これビックスの家？違うか。いや、そこビックスの家じゃないか。あれ、どっち行けばいいんだろう。こっち？ウェッジのこと任せていいか。あ？俺はここで仲間を待つ。ウェッジが生きてたんだ。可能性はゼロじゃない。俺は支柱の上でジェシーとビッグスと話した。だから二人の状況は知っている。帰ってくる可能性は。でもよ、星に帰ったんだよ。帰る場所間違いやがって。それな。立ち止まってたらあいつらに笑われちまうな。せえな。あ、帰ってきた。すまね。本当にすまねえ。うん。他に当てがなくてよ。怪我人を追い出すような白状はできないよ。寝とる。あ、動いた。ウェッジ動いた。ウェッジは動いたよ。やはりエアリスを取り戻すべきだ。またその話かい。シンラの地下施設で人体実験の跡を見つけた。俺の方がシンラという組織を知っている。話を聞いただけでエアリスを解放するとは思えない。同意。この世界でたった一人の古代種となれば科学部門が黙っていないはずだ。科学部門には北条という人を人とも思わない。やめておくれ。でも少し考えさせてくれないかい。あんたたちも疲れただろう。今日はもう休んだらいい。心配じゃない。こうやってる間にも人体実験とかされてないといいけどさ。どうした？前もこうやって抜け出し、え？エアリスちゃんだ。エアリスちゃんだ。ちょっと待って。ちょっとウェッジの顔も見たい。ごめん、ウェッジの顔が見たい。動いてくれ。生きてる、生きてる。パパ、パパの方が死んでるかのように動かない。おはようございます。さっきのエアリスちゃんの幻覚かな。古代種だからそういう能力があるのかもしれない。お母さんも寝てる？あ、いなくなってる。あ、いるじゃん、エアリスちゃん。座ってる。本物かな？幻覚？クラウドさん全然驚いてないし。もうちょっと焦ってよ。びっくりだよ、うちは。でも幽霊っぽくはないな。幻覚っぽくもない。どうして？何？すごい、オーロラだ。夢か。あ、そうなの？さて、どうでしょう。何これ。無事なのか？この通り。私、子供の頃シンラにいたのらしいね。聞いた。エルミナから聞いた。うん、そっか。
だからね、昔住んでた家に帰ってきたみたい。居心地悪くないよ。本当かよ。ここよりいいのか。それはないだろう。それは意地悪。うん、エルミナも心配している。うん、もクラウドも。うん、もちろん当たり前だ。心配かけてごめん。うん、あれは人は必ず死ぬだろうな。だから正しくちゃんと自分らしく生きなくちゃ。うん、一瞬、この一瞬を大切に。覚えておこう。あのね、この一瞬を大切にだろ。うん、クラウドと会えて嬉しかった。うん、うちも嬉しい。かけてくれた言葉一つ一つ、してくれたこと一つ一つ、全部嬉しかった。一緒にいられて楽しかった。なになになに、お別れ。でもね、言いに来たの。好きにならないで。なんで。ギクなの。やめて、エアリスちゃん。もしそうなっても気のせいだよ。いや、好き、うちは。ずいぶん一方的だな。うん、もう朝行かなくちゃ。迎えに行く。悔しいけど嬉しい。うーん、好き。あ、夢だったんだ。でも会いに来てくれたな、これは確実に。妄想じゃないよね、クラウドさんの。あんたには世話になりっぱなしだ。この恩は忘れねえ。俺にできることがあったら何でも言ってくれ。困った時はお互い様さ。エルミナ、あれから考えてみたよ。うん、呼ばれている気がするんだ。だから私からもお願いします。助けたいんです、友達だから。うすうす分かってたのさ、いつかこういう日が来るんじゃないかってね。うん、それでもエアリスを助けてやっておくれ。お母さん、任せてくれ。行ってくる。父ちゃん。あ、マリン。行っちゃうの？すまねえな、マリン。そばにいてやれなくて。父ちゃんだっていつも一緒にいたい。本当だ。でもそれじゃ戦えない。悪い奴らが星を壊そうとしてる。実はな、父ちゃんそいつらと戦ってんだ。星やスラムのみんなを守るのが父ちゃんの仕事だ。はっ。偉いぞ、マリン。かわいい。いや、
ながら行かねえと。うん、マリンを助けてくれたお姉ちゃんを今度は俺たちが助けに行くんだ。そうだ、かっこいい。助けてもらった俺ちゃんと言わねえとな。そうね、うん、あのね、あのお姉ちゃんね、うん、内緒内緒内緒。どうした。ううん、助けてあげて。うん、任せろ。帰ってくるよね。もちろん。ああ、絶対だ。バレットかっこいいな。じゃあ行ってらっしゃい。うん、行ってくる。バレットのかっこよさ右肩上がりなんだよな。常に上がってるわこの人。バレット、マリンは大丈夫だ。うん、よし、死んだビルに乗り込むか。嘘。目的を忘れるな。わかってるよ、エアリスの救出だろ。行くのか。なんか落ちてる。でも上までどうやって行く。鉄道は動いてないよね。じゃあ線路を歩くか。今は非常事態だ。表立ったルートは封鎖されていると思った方がいい。じゃあどうすんだ、裏ルートがあんのか。そういうこと知ってそうな人って、うん、コルネオか。コルネオ会いたくない。あいつマジで嫌いだわ。あ、忘れてた、あいつも嫌いだった。まあちょっと面白いんだけどな、悪役が。ん？アルキマニア何それ、見てみよう。